今日は、アドレス V100 の燃費を測ってみようかと思います。とりあえず朝満タンにして出発します。13,943キロ、ちょうどですね。どうも、山本です。ノイズだらけかもしれませんけど、よろしくお願いします。本日は秋ヶ瀬に向かっております。秋ヶ瀬の某イベントに向かっております。ついでに燃費を測りたいと思います。片道50キロ以上あるんで、まあ、奥100キロなんで、ついでに燃費を測ってみようというふうに思っております。満タン法ですね。朝一で満タンにしたんで、これで行って帰ってもう一回同じ機械を使って満タンにしてみようかと思います。さあ、あと2キロぐらいのところまでやってきました。荒川ですね。についていけばいいのかわかんないけど、すごいな、それっぽいな。いや、すげえ、ここがさ、秋ヶ瀬なんだ。あ、秋ヶ瀬ってあった、トンカーやってる、すげえ。入れんのかな。そこは研修所なんだ。13943で出発したので、まあ大体90キロぐらいですかね。お疲れ様でございました。今日ですね、結局、今、まあ、ちょっと走っちゃいましたけど、 91.8キロを 2.24 リッターということでなりまして、これ計算するとですね、リッター41と、なかなかのいい燃費だったんじゃないかなと。ちょっと予想外にいい燃費だったんでびっくりしました。もうちょっと230っていう数字がね、ツーストなんで出るかなと思ったんですけど、カンパチとかね、そういうところ大宮バイパスとか走ったんで、結構アクセル全開で、まあね、50キロ60キロっていうところが多かったんですが、意外に、いい燃費を出してくれました。というわけで、ツーストの 100cc のこのスクーター、アドレス V100、実燃費で、まあ、初めて測りましたけど、リッター41と、かなりの好成績ということになりました。ありがとうございます。